にちは、プロトリーフチャンネルです。今日はこちらのですね、銀歯系の多肉植物の管理についてお話ししたいと思います。まあ、こちらですね、白っぽく見える葉っぱを持つ、多肉植物なんですけども、これよく見るとですね、葉の表面に白い粉をまとっているような感じなんですね。なのでこう手でこう触ってしまうとですね、粉が剥がれていってしまって、鑑賞価値が下がってしまうので、まず触らないようにしていただくっていうのが一つなんですけども、あとはですね、やっぱり雨とか水を上からかけてしまうと、それだけでも粉が取れちゃうので、お水やりに関しては必ずこう下からちゃんと水をあげていただくということが必要になってきます。なので、軒下とか、よく日に当てていただきたいので、日の当たる、午前中からお昼過ぎぐらいまで日の当たるところに置いていただいて、で、雨がかからないような軒下っていう、理想的な環境でそうなんですけども、そちらを置いていただくか、本当に雨降ってきたら閉まっていただくみたいな環境で作っていただけると、非常に美しいものが出来上がるのかなと思いますので、基本的な育て方っていうのは他の多肉植物と全く変わらないので、なるべくよく日に当てていただいて、お水を上からかけないっていうのだけ気をつけてやっていただければ、これ粉取れちゃうともう戻るのに相当時間かかっちゃうので、基本的に取れたところ戻んなくて、新しい葉っぱが出てきたらまたそれがっていう形になりますから、株が完全に更新するまでは取れたら取れっぱなしになっちゃうので、気をつけてやっていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。